府中駅は東京都府中市宮町一丁目にある京王電鉄京王線の駅である。京王中央管区所属。駅番号は小24。当駅は地理的にも行政的にも府中市の中心部に位置しており、府中本町駅とともに府中市を代表する駅である。当駅と府中本町駅との距離は700メートルほどあり。 隣の部外河原の駅が JR 南部線、京王線との接続駅であるため、府中本町駅との乗り換え案内は行われない。都会的で現代的なミュージアムをイメージさせる駅として関東の駅100線にも選定されている。駅周辺は、府中市町の環境美化条例により、環境美化推進地区に指定されており、路上喫煙が終日禁止され、啓蒙活動と、 パトロールが行われている。2013年4月24日から新たに接近メロディの使用を開始し、1.2番線は府中市出身である村の志郎が作詞したブンブンブン、3.4番線は郷土民謡である府中高太が使用されている。2015年4月1日から福駅名評判として、明星中学高等学校明星。 小学校名城幼稚園もより駅が設置された。なお、京王電鉄の福駅名標判は広告商品として駅構内の有料広告という扱いであり、掲載する企業や団体が広告主となっているもので、2014年11月1日に初めて南大沢駅で試験的に導入後、翌12月より広告商品として販売開始、 府中駅を含む6駅に設置された、当駅所在地の府中から府中駅と名付けられる。3層構造の高架駅であり、島式ホーム2面4線は最上階にある。地上駅時代は貨物用の側線があった。プラットホーム階から階段、エレベーター、エスカレーターで1階を降りたところが改札街であり、改札口は南北に2カ所ある。駅舎は、 駅ビルと一体となった構造である。改札街を出ると南北にペデストリアンデッキ、府中スカイナードが続いている。地上階は駅前ターミナルとなっており、路線バスとタクシーの発着場となっている。改札街と地上階との間にもエスカレーターエレベーターがある。エレベーターは高架開業当時はホームまで通じていて、改札内外にまたがり、 駅員の誘導が必要なため車椅子等専用であった。その後改札外地上会館の改札外専用とされ、利用の制約はなくなった。また、改札外からホームまでのエレベーターも別に設置された。トイレは2階改札構内の新宿方階段付近にあり、ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレも設置されている。2013年にはトイレが改修され、 京王電鉄の駅改札内の旅客用トイレでは、初となる温水洗浄便座が設置された。京王府中ショッピングセンター京王府中、ショッピングセンター駅構内の改札外には、駅事務所、定期券売場窓口、三菱 UFJ 銀行やゆうちょ銀行の ATM などがある。駅売り店は、a ラットが南口、北口改札外にあったが、 北口改札前に2018年1月19日に、駅中コンビニ、K ショップ府中店が、開業、入れ替わりに同年に1月31日をもって、a ラット北口改札店が閉店した。駅ビル駅中商業施設として、京オフ中ショッピングセンターがあり、駅舎と直結している。北口側ペデストリアンデッキ、スカイナードは、周辺のいくつかのビルに直結しており、 地上のバスターミナルへも直接降りることができる。また、国道20号の立橋部分もあり、朝日生命府中ビル脇の欅並木通りで地上に降りることができる。バスターミナルからは、武蔵小金井駅、国分寺駅、国立駅などへの路線が発着する。また、名古屋駅業や高高速バスや羽田空港業、空港連絡バス、中バスも乗り入れている。 南口側府中駅直結の複合施設、武蔵府中ルシーニュのほか、ペデストリアンデッキにより、複合商業、ビル、ホレストサイドビルと、小銃複合施設のクルルに直結している。それらのビルを南に抜けると、大国魂神社の大鳥居が見える。当駅の西側を、ほぼ中央として南北に伸びる通りは始動、欅並木通りであり、 商店や近郊などが立ち並ぶ府中のメインストリートである。一方通行であり、歩行者道路ともなる。線路南側に沿って西へ向かう一方通行の通りは国際通りと呼び、元観楽街の名残の他に商店や飲食店が並んでいる。2020年度の1日平均乗降人員は62,986人である。京王電鉄の駅では新宿駅、 渋谷駅、吉祥寺駅、調布駅、下北沢駅、舞外河原の駅、橋本駅に次いで8番目に多い。この数字は、接続路線が一切ない途中駅の中で最多である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は、下表の通りである。京王バス、府中市、コミュニティバス、中バス、東京空港交通の路線が発着する。 各路線の詳細は、京王バス府中営業所、京王バス、調布営業所を参照。ありがとうございます。